ハロー、し、夜だから、夜だから、し、どうも、なーです。行ってきましたよ、マクドナルド。行ってきましたよ。で、なんか期間限定のマックフルーリーアイスのやつね、のなんかブラックサンダーのね、なんか新しいの出てるらしくて、冬の稲妻っていう、なんか冬の間だけの、冬の間だけっていうか、まあ期間限定らしくて、なんかもともとね、チョコレートじゃない、チョコレートじゃん、ブラックサンダーは。で、なんか期間限定で今だけなんかホワイトチョコも入ってるみたいな、こう見えるかな、見えねえかな、俺もまだ食べてないからよくわかんないけど、こうチラチラね、こういろんな様子が垣間見えてる新しいマックフルーリーらしいです。いただきます。すごい、チョコレートなんだけど、確かにチョコレートなんだけど、かすかに優しい味わいがある。あー、これうまいな。俺ね、ここ何年かでね、こうホワイトチョコレートのね魅力に気づいた節があって、このマックフルーリー結構感じるね、そのホワイトチョコレートの良さというか、なんていうんだろうな、まったりした甘さ、あんまり尖ってる風味がないだよね、ホワイトチョコレートは。やっぱりまろやかというか、なんか血管すげえな、すごくない、筋だって。まあそれはいいんじゃい。これ進むな。うん、久しぶりにマックフルーリー食った気がするけど、うめえな、やっぱ。時々こうやってアイス食べたくなるんだよな、冬って。なんか逆に食べたくなる。俺は特にチョコレート好きだから、チョコレートのアイスとかね、すごい食べたくなるんだよ。いいな、なんか久しぶりに撮った。あー、いいフレーバー、グーか。そうだよな。ごちそうさまでした。